よいしょよいしょ、ね、あれ超楽しい。じゃあ戻るか。こっかはよかったね。よし、じゃあ戻りましょうか。こっからもちょっとからも来る。暗くなってきたね。うん、ぼちぼち戻ろう。うん、そうなの。よくあんなとこで見てたな。俺全然わかんなかった。まあね、暗い、暗くなってきちゃったね。戻ろ戻ろ。まあね、いや真っ暗。真っ暗暮らしてる。
かね。じゃあ今日の水槽にさ、うん、あ、なんか危ないな、足元気をつけて。なんか今、か耳元に虫が、うん、登山で体力を身につけたい。うん。ならばやっぱり登山をしながら体力を身につけるしかないって感じ。そうだ。でもあくまでもマラソンとかああいうのは登山であって。うん。そう、なんか登山のための体力作りではないって書いてあって、うん、あ、本当その通りになると思って。なるほどね。さあ、そんな標高も高くない山で、うん、いっぱいバカず踏んでたくさん歩いて体力つけて次のまた高い山に行くみたいな。なるほど、なるほどね。さすがだな。ちゃんとしてる登山家のそういうためになるツイートマジありがたいと思ってよし、かれこれ登るぞ。まあ、危ない。極論に言うと、登山で培った歩き方、体力って、こういう普通の道に何の一つ適してないの、まあ、何も使わないのね。重い荷物を背負うわけでもないしさ、急に勾配歩くわけでもないし。お肉食いた。そうちゃん。まあね。さて。どうだっけ。なんだか、はい、川が近くにあってさ、天気かな、マスだけど。うん。やべ、だんだん暑くなってきた。やっぱ警戒にしたら。うん。ちょっと気持ち強行上がる。まあ。あ、行ってたらいいと思うよ。安いかい。うん、ただこれ電気消えちゃった。まあ、もうみんな帰ったな。じゃあ帰ろうっつって、今日はもう閉店だよ、郵便局かな。うん、ここに謎の人あるんだ。ほんとだ、電報とかどうですか。電報、電信、あ、ここを見るとこいいよね、この山の景色最高に綺麗。無駄だからね、人数は。あ、そっか。東京にも日の原村だって。東京にも村があるんじゃん、まだ。へっ、危ねえ、ぼっこえ、ぼっこ。そうなんだ、さっき歩かせた、歩かせた、歩かせた、歩目の前に来るから、黒中ポップさんで。危ねえ、危ねえ。急に止まる。そうなんだ、さっきの白ポップくん来い来い来い。のハランド。いて、なんか目の前に変な虫が通ってった。ブーンって。なんだろうこの景色。ね、めっちゃいいよね。よかった。この前もう真っ暗で全然。音のみお楽しみください。ほとんどドリーミー。っていうやつやったら見えたっちゃ見たけど、あ、これ顔なってたんだ。うん、これは知ってたけど
何でも怖いな。なんか土砂崩れ起きたな。どうしたの？え、何かしいな、キャッシュ。よかった、聞こえてなかった。聞こえてみる。何が？何が、何が。キャッシュが。へぇ。この辺とかさ、水きれいだからさ、蕎麦屋あったら繁盛しそうだね。まあね、絶対うめえ。うん、ここの景色だよ。ここいいね、山ほど深刻な山不足。鯉が泳いでるっぽい。こっからずっと見えないけど。ここから撮ってく？右側の景色見たいよね。うん、で行くか。うん、歩きで行くか。うん、戻ってから行かなかったら。うん、いや、うん、なんだこれ。玄関？携帯電話充電可能。あ、ここで？なんかの時にだ、それさ、あれ災害の時に使いたいし。あ、ほんとだ、すげえ。へえ、めっちゃ充電器ある。知らなかった。まあ、それが山手だから、なんかあって買い出し。あと、災害用でしょ。特にここほら、集落なくてから。うん、全部あったよ、ライトニングも。なんかあった時、ここ孤立しかねない場所じゃん。なるほどね。うん、だからそういうのが来ない。電気も通らなくなる可能性あるから。ちょっとびっくりした今。ってことじゃないかなーって勝手に妄想。ね。やべ、楽しすぎてる。熱っ。うん。フラフラしてきた。先が涼しすぎた。フラフラはしてないけど。あ、さっきのあの、カレーそば食おう。全部。あ、カレーなんだ。ん？カレーなんだ。カレーじゃないよ、辛いね。カレー食ったからなんか。あれ、高校か中学校かでしょ。すごいね、ちゃんとしたあのライトあんだね。あー、来たこれ。うわ、すげえ。登山道じゃないでしょ、これ。これなんか下に繋がってんでしょ、ほら。大丈夫。
よし。あ、出る。じゃあこれ見終わったら戻りますか。あ、これあれか、スタジアムか。高校なのかな、よくわかんないけど。小学校か中学校かな。わかんない。登山道ではないと思うよ、少なくとも。なんか可愛いけんじゃないの、多分。こちらにしてみよう。どれか電話してる。あ、確かに私がますますかけられる。あ、本当だ。何をしようとしたんだっけ。あ、マップね。これマップ出ねえ。あ、中学校だって。これ篠原中学校。降りてみる。じゃあ行ってみるか。ポンちゃん抱っこした方がいいんじゃねえのこれ。大丈夫かな。まあいっか、行ってみるか。ちょっと待って、ここから撮り直そうかな。